はい、どうも、タックです。セブンソード使ってきたんで実況していきたいと思います。では、組み合わせとしましてはさ、3000のボリンの中にスローネが入って、スローネの組んだ。まあ、組み合わせじゃかなりきつい。まあ、パーフェクトパックと、配入。まあ、セブンソード結局、まあ、強化をもらったときやっぱりなんか足りないっていう。さあ、まあ、避けながらって感じ。さあ、カプトチャージ、なじ込んで、配入からダメ取りたい。しかし、まあ、パンテバックを押してくるんで、さあ、ニハニーが、さあ、風格、よし。さあ、前角とか合戦しようと思ったけど、失敗して。さあ、Mサブやったら、まあ、M 覚醒の。もうこれ、さあ、突撃してくるでしょう。まあ、逃げつつ。さあ、排入に行って。格闘チャージ欲しくない。さあ、相手を、さあ、パーフェクトパック落ちて。突っ込んでいってモビリティ、しかし拾えない。さあ、まあとワンセコン取らずさあメイン一発。さあ風格まだ入って、さあもう一回行きたい。さあ拾って、このミス普通に前角したかったのに、突っかか前角失敗して、さあ、さあ、相方も落ちて。さあ、拾えない。しかし、まあ、まだ有利っちゃいい。さあ、相方覚醒でさ、こっちも覚醒溜まって。突撃して、さあ、下角、横突っかく、横突撃してた。さあ、背入捕まえたかったけど、捕まえられない。さあ、上、前、得かな、前得やってる間に、パーメントバックがスローにズバイに引かれて終了。まあミハニー結局有能でした。さあ続いての試合が2号の森。さあ2号から引くのはパーフェクトストライクで、相手がファントムとルプスですね。さあ、まあ、ルプスはきついんじゃないのか、多分。まあ、こういう組み合わせだ。拾えない。さあ、チャージショット。さあ、ファントム突撃。さあ、燃えて、突撃してくる。さあ、拾って。さあ、ブーカフからの、まあ、横角2回。さあ、チャージショットあって。さあよ、さあファンの突撃、まあ確定落ち。さあバンドダウンしてしまって美味しくない。さあ突撃つくのでチャージを追っ払う。さあ格闘チャージぶち込もうと思ったら相手の格闘チャージの方が飛んできた。さあ格闘チャージ入れて、さあモビリティ拾えない。ルプスのダメ当たって何も美味しくない。さあ相方も覚醒。さあルプスを突撃してくるので、まあメインで払いながら、さあ横角からの出し、前発生出し切りにはならなかった。さあさっきからものすごい当たってる。さあ当たらない。さあチャージ、当たってる。スーパーフェクトストレート。さあ格闘チャージ、格闘から出して行ったところにパフェストが多分覚醒技だったかな。ルプスに覚醒技だって終了。さあそんなところで今回実況以上となります。ご視聴ありがとうございました。